今回は弱者強者の気持ちを理解して助け合うことの重要性を知ろうというお話です。自分を客観的に見るだけではなくいろんな立場の視点に立ってさらに客観的に見る。この能力のことをメタ認知と表現されたりします。常に人間心理を分析する癖がついている人は 自ずととこのメタ認知能力が高いと思われます僕は能力の高い人は能力の低い人を助けるべきだと考えていますどうしてそういうふうに考えるに至ったかというと弱者強者の気持ちを理解しようと努力したからですビジネスに向いてる人がいれば向いていない人もいる健康な人がいれば不健康な人もいます この競争社会では競争好きの人間しか楽しめないで競争が嫌いな人は社会の底辺に突き落とされます競争が好きな人もいれば競争が嫌いな人もいるんですそして相手の心理を全く考えないものだから双方は対立しがちですあなたは不健康な人の気持ちを一度でも考えたことがありますか まずは生まれつき転換を持つ人小さい頃に突然倒れて泡を吹くという症状が多発しますしばらくすると正気に戻るんですけれども小さい頃には何度もそれを経験するわけですその気持ちを想像したことはありますか転換持ちの人は大人になっても一人で外で外を歩くことが 怖いんですですので転換持ちの人というのは運動不足であの病弱な人が多いです自立なんてかなりハードル高いんですそういう人が生活保護を受けるのはダメなんですかね次喘息を持つ人突然気管支が狭まり呼吸が苦しくなります その気持ちを想像してみてみください軌道が塞がって死ぬのではないかそんなことも考えてしまうんではないだろうか小さい頃からハウスダストを警戒して空気清浄機もフル活動その結果病弱でネガティブな大人になりがちですそんな人がね社会に出てはつらつとして活躍できますか そんなもう気丈な人たちがね支えてあげましょうよそして次低血圧の偏頭痛持ちの人これ非常に多いんです雨の日の前日に頭がガンガンしますこの症状を持つ女性はだいたい生理痛もえげつないひどさです健康な人に比べて痛みとだるさを抱える日がものすごい多いわけです はっきり言って健康な人向けの週40時間労働の制度にはもう全く不向きな体質です。生き地獄に感じる日が多いことでしょう。起きて頭痛がひどい日に会社に行く気しますで、前にもう休んでて、また休むのは気が引ける、えー、気が引けるからといって、ロキソニンでなんとか乗り切ってるんですよ。 健康で脳天気な人はその気持ちを全く知ろうとしませんよね。ほんで、また休みかよあいつ。また遅刻かよと。そんなことを言って追い込もうとしますよね。いじめですよ、いじめ。それが日常化していませんかどう思います叱って治るなら叱ればいいですけれども、そういう問題ではなく体質の問題なんですよ。 で、HSP っていうのがね、まあ近年結構菊病になったんですけれども、まあ繊細な方ですね、非常に精神というか、うん、デリケートな体質で気持ちも繊細な人。感受性が高すぎるんですね、そういう人は。で、そういう人はね、大体ね、やっぱ虚弱体質なんですよ。もう見た目がちょっとひょろひょろっとしてたり、弱々しい人が多いです。HSP の方は。でね、 その HSP さんたちっていうのはね、転換とか喘息など、なんか生まれつきのアレルギー持ちの方が多いです。で転換喘息なんてのはもう基本的に、ランニングとかのその激しい運動は一切禁止です。危険なので。ですから、低血圧の偏頭痛持ちとかも、やっぱ HSP さんたち非常に多いように感じますね。 そういう人はね、はっきり言ってね、競争社会にはもう全く向かないんですよ。でも、競争社会でなんとか生計を立てるしかない。だから、不健康な人というのは本当にね、無理して頑張って生きてるんですよ。健康な人からは想像できないぐらいのハードルをね、乗り越えて頑張ってるんですよ。だからやっぱ、そういう不健康な人っていうのは精神疾患の割合もね、 多いんですもう無理してますから。生きてるだけで辛い状態になってるんです表層社会のせいで。そういったことを皆さんね、ご存知ですかと、僕はね、問いたいんです。でね、生活保護は許せない、労働は義務だ、とかね、言ってる人は多いですよね。で、それはね、能力の低い人に限ってそういう発想なんです。 ネットとかテレビでね、その有能人種たちを見てごらんなさいよ。有能人種は生活保護推奨派の方ばかりです。政府だって困窮している人のためにわざわざ用意してくれてるんです。じゃあどうして有能人種たちは生活保護を推奨できるのか。その心理を超簡単に説明します。余裕のある人というのは 器に水が溢れている状態で、その溢れた水を多くの人に無条件に与えることができるんです。余裕のない人は器に水が少ないので、こぼれませんので、他人に水をあげることができないのです。だから余裕のない人ほど生活保護を恨めしく思うわけです。自分がこんなに苦労してるのに、税金でノーノーと仕上がってと しかし余裕のある人は真逆。困窮して苦しいなら、生活保護を受給して、自分の問題解消に役立ててくださいと。なんかそういった心持ちですで。不正受給する輩に関しては、それはもうバレた時のリスクを背負ってるわけですから。もう別に放っておけばいいじゃないですか。割合多くないでしょうし。で、バレた時はもう社会的抹殺の刑が待ってるんですよ。 あともう一つの視点も考えてみてほしいんですけれども企業の競争が非常にくだらないものになっているということですくだらない仕事を一生懸命やっている人が実はめちゃくちゃ多いんです例えばダイエットサプリ栄養サプリ化粧品販売これものすごい種類あるんです気軽に商売できるんですこれは OEM という工場に安く作ってもらえるんですサプリとか化粧品500万くらいあれば1000ロット2000ロットなんて軽く手に入るんでそれ全部売り切れば1000万くらいの粗利益になるんですだからその中小企業はそれを夢見てあの OEM ビジネスをねすごいやってるんですすっごい多いんですそういう余計なサプリメントとか化粧品が世の中にたくさん生み出されてます しかし市場で目立っているのは大企業のものだけですからまあまあネットで中小企業がねオリジナル商品でしのぎを削り合ってるわけです本当にねソルダのサプリとか化粧品というのはもうすでにある商品とほぼ変わらないので不要なんですしかし生活のために会社を持続させるために 利益を無理やり作り出さないといけませんからそういった社会構造に早く気づきましょうよという話なんです我々は競争を強制的にやらされてるんです必要性のないくだらないビジネスをせざるを得ないそんな状況になってるんですもう資本主義なんてのはもう20年以上前に限界を迎えているんですだから僕はこう思うんですね くだらないビジネスをやってる企業に属してくだらない経営者の金儲けに利用されるくらいなら生活保護に入ってボランティア活動をした方がよっぽど社会貢献できると思いますよまあね自分の仕事に誇りを持ってる人は素晴らしいんですそれはもうそのまま邁進すればいいんですでも周りを見てみるとただただ疲弊している人があまりに多くないですか 東京にやたら人が群が群ってね今ではもう人が群がりすぎて逆に住みづらくなってる感があるんじゃないですかねそれでも東京にしがみついて高い家賃の狭い部屋に押し込められて全然お金がたまらない自転車操業ですよあのね家賃なんてのはね金持ちにお金貢いでるだけなんですよ 僕はそれに気づいたとき、本当に遅かったんですけど、それにまともに気づくのが。後悔してますもん。なんであんなにマンションオーナーなんかにずっと20年くらい金を見続け続けていたのか。んま考えるだけで悲しくなりますよ、本当に。俺は本当にバカだった。だからね、早くネットを勉強して、リモートで稼げるような状況にして、実家を活用するのが、 やっぱ得策ですよということで今回は弱者強者の気持ちを理解して助け合うことの必要性を考えてみませんかというお話でした以上になりますこのチャンネルは睡眠導入系の寝落ち用ラジオコンテンツです動画には余計な編集は一切しません 必死に早口で話ししたりしません落ち着いて聞けるものを目指しておりますずっとディスプレイとにらめっこで目の休息が足りていないこのネット社会目の休息中にも聞いてるだけで学べるよう情報を発信していきます健康予防医学ビジネス人間心理精神論哲学といったテーマが中心で受け売りの知識ではなく 主観満載、画の強い、個性的な内容になるかと思います。こうご期待ください。